9月12日で旧暦の7月22日になといびんさんここ FM 那覇より生放送でお送りいたします火曜オリジンチャンプル本日のお相手はうどんちゃんでございますよろしくお願いいたします <laughs> はいあのねちょっとごめんなさいね <laughs> ああすいまはい今日のね火曜オリジンチャンプルなんですが皆さん ねあのね、ちょっとね、ドキドキしておりますよ今日はね、素敵なゲストが来ておりますなんかね、いつもよりほんとドキドキしておりますがあの、ラジオのね、あの、中盤くらいにお迎えしたいと思いますのでどうぞ皆様、あの、楽しみに待っててくださいよろしくお願いいたしますよねうんうん、もうなんか、ね喉がね、うん、うんって感じなんですけど皆さん、風邪とか大丈夫ですなんかね、あの、大豪来てるでしょそうなのよ、FM 那覇のね、この こう大きいガラスの外の,この大きい木があるわけよ、目の前にあれがね揺れている、いつもはねあまり風とかも吹いてないからさ揺れないわけさ、この今回の夏はよだけどね、ね今やっぱり揺れてますね台風18号のね影響でしょうか、ね、この台風18号は本当にはねあのちょっと来ないんでね、本当直撃はないんですけれどもっていう話ですかね。 うんまあ、先島諸島が心配なんですけれどもでも先島諸島に来ても何せなんか大きい台風のようでね15メートルの15メートルの風がなんと本島にも吹くそうですよ皆さん気をつけてくださいまたね雨も降るかもしれませんそうそう日曜日の雨皆さん大丈夫でしたかちょっとねうどんねんなちょっと那覇の方にいましてですねちょっとこのね急な雨 びっくり出しました。もう火事バーバーもだし、雨バーバーもだし、なんていうの何せの雷がすごかったでしょ。稲光日曜日ね。はあ、もうやる気なくしますよ。明日から月曜日っていう時にね。もうほんとこの夏の雨風には気をつけていただきたい。なんでかって言ったら、沖縄さ。今年まだ台風来てないでしょ。 そうなんか油断しちゃうんですよねこう毎年来るものだとは分かってはいるんですけども来てないでしょう本当ねちょっとね皆さんと台風をちょっと気をつけていただきたい秋の台風また大きいですからね大きいのよねまたね9月うんまた10月まで台風来ますからね皆さんこう気許さないでちょっとねあのー、15メートルどうせ来ないんでしょうって言ってもねもう,もうすでに風がね吹いてますよ FM 那覇の前の 木結構揺れてますよ、葉っぱね。ああ、皆さん気をつけてください、そしてよくね那覇でお見かけするバイカーの皆さん、風気をつけてくださいよ。はあー、もう転んだらね、1、0時でございます、もお盆の終わった後です、また何かねって、母ちゃんたち騒ぎますから、ねあ足りなかったのかねとかね、そういうのはね、自分のじ、ね、不注意ですから、ね、うがん不足とか、こんなの関係ないですから、ちょっと風が強いときとか、雨が急に降るときとかはね、本当の。 車の間の間からヒューっとね怖いうどんあれやった時一瞬ヒューって、ね、ブレーキ踏んじゃうだからねあのこの車と車の間からバイクがヒューっていくのはねちょっと天気悪い時はちょっとやめていただきたいやっぱりねちょっと混んでるかもしれないけど一緒に待ちましょうよねえ <laughs> ということで台風18号のねあの情報皆さんよく注意してねちょっと見ていてくださいなんかかねね噂では、ね、もしかしたら 今南の下の先島諸島の方から来ているさ、ねもしかしたらこう上に行ってまた戻ってくるんじゃないかなって、本島の方にっていう予想も出てますので、本当、この天気予報のねこの情報、よく皆さん見て、週末お過ごしください。週末ぐらいですよね、本当、あさってぐらいからちょっと先島諸島ね、影響くると言ってますので、皆さん気をつけてください。よよろししくお願いしますよ あーということもいっぱいしゃべりましたけれどもねまだ4分しか経ってないんですけどいっぱいしゃべった気分です。ということで先週の話いたしましょうね皆さん先週はなんと「9本のウークイの日」でございましたねえもう皆さんお聞きの通りうどんチムワサワサしてのねラジオ放送になったと思いますけれどもまあねあの聞いてるね皆様もまあこっちの準備したりねあの何、ー、ていうの眠っている父ちゃん蹴飛ばしてね父ちゃん早く来て 掃除してとかねこういう風にね過ごしてるのかなとか思ったりしてましたけれどもまあねうどんたちも無事うっくい終わりましたえ皆さんもいかがでしたでしょうか終わりましたでしょうかねあもうねあの本当の選手はね劇団5-4からゴーシ君とリョー君がねあの FM 那覇の方にこう告知でね遊びに来てくれまして、えー、ギターと歌で生音でね癒されたんですけどもその帰りですよ ラジオ番組が終わってね「はぁもううーく祈り料理作って早く帰らないと作るから早く帰らんと」と思ったらですね帰り際ね次の番組の火曜オリジンアワーのねノーブレーキのの歩むが「うどんさん道混んでるはずよー」って、ね、相変わらずね「<laughs> 道絶対混んでますよ」って2回ぐらい行ってからねもううどんはもうこれ聞いてもまあ、たチムワサワサしてねあの帰りましたけれども帰ったって言ってもいつもは小座に帰りますけど今回。 今回じゃない先週は石川でしたからね、はあ、もうね、高速道路までが混んでいる、高速道路入って石川まででしょ、ちょっと遠かった、やっぱり、小座までも遠いけど、やっぱり石川までちょっと遠かったな、あれ、いかんなと思いましたね、いかんなっていうのはちょっと、話違うんですけど、また高速道路もね、まあまあ混んでましたよ。もうガラガララススイスイではなくて 引っ張り込んでました。ね、えこれから魚食いしに行く人仕事帰りでルまん着てる人の、ね、もうミックスですよもううどんもねあの仕事終わってからもう急いでましたからねえまあまあまあね家着いてからですよ変なあのオンパレードねもう天ぷら揚げ上がってましたから。 あ最初ねあの、ラジオではどうしようかな、おうち着いてから天ぷら揚げるかな、どうしようかな,うてかかな,ううかなってね、うどん迷っておりましたが、もうね、揚げ上がっておりまして、うーん、まあね、死に変な足ながら、まあ、最後の仕上げというかね、変な足ながら、こう、さらにね、こうこっちを持ってですね、こう、ね、はい、無事、うーくい,い,たいたし、いたいたしました。はい、痛かった。<laughs> ね、はい皆さんも先週、もう1週間ですよ。でもね、まだ1週間って感じもするんですよ。えウクエ終わってからまだ1週間しか経ってないわけっていう感じでね、まあ、平穏な日々を過ごしておりましたけれども、皆様、どうでしたでしょうか。ね、まあ、ちょっとね、本当は言いたくないんですけどもね、はい、えー、次はですね、彼岸がやってきます。皆さん彼岸 ねえまたクワッチーのオンパレードでございますけれどもはいもうアンタカジャに包まれてねうどんまたね来週かなそうね今週そうね来週末だね来週末ちょっとねまたクワッチー作り頑張りたいと思います皆様ね今ある幸せをかみしめてファフジーねこのコ,コマのために頑張りましょうはい、はあ、やっぱりね やっぱり思いますけどお盆ってっすごいよね。やっぱりねあの、1週間前だったんですけれども、クっッーがまだ残ってる方いらっしゃいますねえ、まあ天ぷらから煮つけから、まあそれだけじゃないですよ、まあ果物とかね、餅とか、まあ果物餅はね、多分残ってるんじゃないかなと思いますけれども、まあうどんの家にはね、まあ、野菜室に、えー、スイカ丸々1個。 ありますでしょそしてリンゴなし、えー、キウイとバナナは食べましたのでリンゴなしは残ってますね、まあ、メロンはちょっと今回当たらなかったんですけども丸々1個スイカが残っているはあもあれですよいつ切ろうかねっていうこのタイミング時期というのそれをね見計らってるんですけれどもねなかなかこの大きいスイカに包丁を入れるねタイミングがもうちょっとないんですよあのね このなきのんらいかな泣き人スのやつこのぐらいの大きいスイカに包丁を入れるでしょラップしてもね早く食べないと残ったのね汁がなくなるわけよそうなんですだから一回もきもう包丁うれたらもうすぐ一気に食べたい派なんですよまあ近所にもう配ったりねまあ近所にというかねえねえたちがいるのでねえねえたちに持って行ったりとかしようかなと思ってるんですけど 本当に大きいスイカなんですよだからねもう本当に親戚が集まった時に切ろうかなとかそしたら彼岸になるじゃないですかもうでも彼岸もまた果物ちょっとおなえするさねいつ切ろうかなっていうねこの切れ時切れ時っていうねこのタイミングがねちょっとは見計らっておりますよねさあ美味しく食べたいですからねスイカもねまあ残ったスイカも美味しく食べたいですからねなんかあの残った果物 ただ食べるんじゃなくてこんなしてリメイクっていうのアレンジしてこういうふうに食べてるよゼリーにしてるよとかジュースにしてるよとかなんかありましたらうどんまでご一報くださいメールくださいよろしくお願いしますねまああの重箱のこっち重箱のこっちはですねあの残りよそれはねまあうどんはですねもう毎回ですねもう全部一口大にカットして油ちょっと入れてで、ね、チャラチャラ炒めてちょっと最後に醤油で。 ちょろっとねちょろっとこう香りを出しておかずにするっていう感じなんですけれども皆さんどんなだいたいこれ多いんじゃないですかちょっと待ってよ、ね、こういうのの,あの,ッチのこっちの残り多いとは思うんですけれどもでもねうどんの友人からねちょっといいアドバイスナイスナイスアイデアを頂い,いたんですよ。あのね 残ったこっチがあるさね豆腐から昆布からこんにゃくから三枚肉かまぼこ天ぷら全部もうねすごい細かく切るんですってうん味付いても全部よ細かく切ってですねそしてお好み焼きの生地を作って混ぜてうちな風お好み焼きを作って子供たち、まあ、ご主人にねお夕飯としてあげるらしいんですよ、まあ、これがね すごく大好評と,いうことでほらごぼうこんぶこんにゃく三枚肉はほらもう味付けされてますでしょねそしてかまぼこもいい味付いてるし豆腐もねまあ沖縄の豆腐はもう塩味ごはもね付いてる豆腐もありますそして天ぷらもちょっとね味付いてるのでなんとソースとか醤油かけなくても美味しくいただけるウなナ風お好み焼きができるっていうんですよ。はもうこれ聞いてから もうちょっとね、彼岸のね、もうちょっとこっちは食べてしまったんで、それ彼岸でね、こっちが余ったら、ちょっとね、うちなふお好み焼きを作って食べようかなってね、今からちょっと思っております。ちょっと楽しみ。このうちなふのお好み焼きをね、作るためにこっち買おうかなと思うぐらい、<laughs> そうなんですよ、本当にね、楽しみなんですよ。まあちょっとね、うどんはちょっとポン酢にタバスコちょっと入れたタレをにつけて食べたいかな。 なんかちょっと縮み風にねちょっと薄く焼いてちょっとパリパリパリっと焼いてねちょっと食べたいなこんなしたら美味しいんじゃないかなって思いますけれども、ね、いかがですどんなですかねあちょっと追加酢もいろいろ来ておりますのでねはいあ,ありがとうございますそうよねああえー、っと「スイカとカボチャは使い切る目どが立たないと早朝を入れる勇気がないです」ということで。 ゴー,ゴーダさんからいただきましたありがとうございますそうなのわかるかぼちゃもめっちゃわかるかぼちゃ半分切るさ半分置いとくさクワパッチラなるわけね最初はこうすっごいみずみずしい感じのかぼちゃなんだけどやっぱり種とか取るからかな一応サランラップちゃんとやってるんだけどよやっぱりな水分が蒸発してねちょっとパッサパッサになるっていうのこう煮物して 煮物したら、そんなに気が付かないくて、やっぱ天ぷらしたらわかるね、かぼちゃね。はい、やっぱスイカね、本当。もうね、ちょっと共感していただけるのがね、嬉しい。はい。<laughs> はい、じゃあね、あ、そうだ、やっぱり来ていますよ。豚骨臭さんからいた。<laughs> ええ。き <laughs>、きばみさんチームって。豚骨臭さんからいただきました。やっぱりね、葡萄は食べ終わりましたよ。 あね、うどんは、ね、キウ位食べ終わりました、ぶどうも食べ終わった、あ一緒ですね、そうなんですよ、やっぱりね、今残ってるのはりんご、しやっぱスイカね、そうですよね、また母ちゃんね、母ちゃんたちはな、まあまあまあ,まあ、まあはいそうで、やっぱりね、いろいろ来ておりますよ、お盆の、ね、思い出、思い出話。 パンひげさん、ありがとうございます。目っこに天ぷらの匂いするおばちゃんと呼ばれています。とってもわかる。え、頭の地肌からよ、天ぷらの匂いするよ。はぁー、これね、天ぷら揚げてるね、あの、もう、いっぱいいっぱいあげてる人のね、あの、感想です。もう、経験、経験上わかる。ねえ、やっぱりね、天ぷらずっと揚げはじもう、ずっと揚げたらもう、暑いし、熱もこもるし、 ななんちゅうのかなやっぱりね天ぷら揚げてもこう体とか髪とか洋服とか体にしみつかない方法ないかなって思うけどないか、まあ、換気扇やってねもう薄ます窓を開けるぐらいしかないかなと思うんですけれどもそしてそしてまた最後に残るのが餅皆さん餅眠ってませんフリーザーにもうねうどんたちね餅残ってるんですよ冷凍庫にあります ねえ冷凍庫にありましてですねやっぱりなんかこうどんなして食べるかって言ったらこう冷凍庫のある餅をまあ甘いのだったらちょっとね揚げ餅とかにするんですけどあの甘みとか砂糖とかがない本当にもうまんまのそのままノーマルな味のえお餅あれはねもうちっちゃく切ってねあ,のあれにするかき揚げに。 ね、おせんべい作ったり食べたりとかするんですけれどもねさあさあさあもうねお盆の話したらほんとキリがないのでね今日のねトークテーマはなしにしておりました。ね、はいということでですねはいもうお盆の話したらねもう止まりませんからねうどんはねまた彼岸ですよ皆さん彼岸に備えてね、えー、準備していきましょう。 ね、はい皆さん頑張りましょうということでさあさあさあね今日はですねえー、っと久しぶりに芝居太郎か博士さんがラジオ局に遊びに来ていただきましてですねカフェオレロングパイというものを差し入れていただきましたありがとうございますこれはですね福島スイーツとなっておりますよありがとうございますねね、ああのの博士さんもちょっと、ねあの あのー、ふるさとの方に帰いてたのよねそこ開けたいけどどんなして開けるのちょっとねごめんなさい変な開け方にああもったいないの可いいんですよ牛乳パックに入っててあすごいこんなに食べやすく私パイっていからこうまるまるして入ってるのかなと思ったらですねこういう風にね1パックずつそう食べやすいように入っておりますちょっと食べたいと思いますカフェオレロングパイいただきます うん、おいしいカフェオレの味がしますよ皆さんうんこれはおいしいねえすごいえっこれ福,福そうかそうさっき聞いた福島の最近にねこのあのお土産になったっていうかね福島スイーツカフェオレロングパイいただきましたありがとうございましたはいということでねもうオープニングねもうすみません茶しゃべりしてしまいましたけれども。 さあこれからねあの CM の後ちょっとね先ほどお話ししましたゲストさんをねお迎えしたいと思いますよその前にね皆さんには CM をお聞きいただいてのお迎えになりますねはいじゃあメール、えー、募集しておりますアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp べて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です CM です ハッハッハッこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーあ、この声はちょっと待てーすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来いー良い品をいつも安く、ビッグワン Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. 火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんんちゃんでございいまますすよろしくお願いいたしく願ということで、ですねラジオはじめにお話しした通り、なんと素敵なゲストにお越しいただきました。<laughs> では、よろしいでしょうか、ちょっとね、若干緊張してね、ちょっとこれもガタガタして、どんどんどんガタガタしておりますけれども、さあ、ゲストにお越しいただきました。 では、お名前をどうぞお、はい、城クラウデアです。よろしくお願いします。メンスーリー <laughs> ということで、ようこそクラウデアさんエフ f ムのハ、火曜オリジンジャンプリへようこそありがとうございます。いやもう嬉しいじゃないですか。 この海王オ,オリジンチャンプルーうどん一人でやっているもんですからちょっとゲストが来るとなんかうどんがテンションが上がるっていうね本当申し訳ございません。一人でなんかお祭り気分なんですけれどもはいなんかすみません,なんかもうすごいクラウディアさん、すごい美しい方なのでねちょっとうどんちょっと緊張しております。申し訳ございませんということでねあのここでちょっと一つあのクラウディアさんにお話を伺う前にうどんの方からちょっとクラウディアさんのご紹介をさせていただきます。ねはいえ大城クラディアさん アルゼンチン・ブエノスアイレス生まれの沖縄県、日系2世、幼少より南米の日系コミュニティの中で開催された数々の歌のコンクールに出場し、高く評価される、2003年、音楽活動の拠点を日本に移し、2007年、ザ・ブームの宮沢和史さんのプロデュースで CD デビュー。 えこれまで4枚のオリジナルアルバムをリリースし、デビュー10周年となる2017年、5枚目のオリジナルアルバム「クラリティ」をリリースされましたということですね。はい、はい。それではあの今年はデビュー10周年ということでおめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> なんかちょっと嬉しいんですけども、はい。すいません。はい、あ、クラディアさんはアルゼンチン出身で、はい。二系二世、はい。そうです。はい。ということで、はい、両親が沖縄の。 出身で、あ、そうなんですか。で、二人とも沖縄出身で、そうですね。移民として渡って、はい。アルゼンチンで、あのふやじさんを産まれになったということで、はじゃ、生まれも育ちもじゃ、両親はそれそれぞれ渡ってで向こうで出会って、あ、なるほど。結婚して、はい。結婚して、そうですね。はい。アルゼンチンの方で出会って、私が生まれましたみたいな。ということなんですね。ありがとうございます。ということでですね、えっと。 このクラウディアさん、はい、えと10周年を迎えデビューから。 一番最初のアルバムが沖縄民を中心のアルバムだったんですけどそれもあって多くの沖縄の関連のイベントだったりとか音楽祭だったりとかに出演することが多くて沖縄のアーティストさんと多く出会うことができましてその次のアルバムにもそういう出会いが。 出されていたりとか、はい、今までそういう出会いがもたくさんあったので、もう自分の。はい、あの、もう。音楽的財産というか、もう心の財産でもありますし。はい、あの、もうそういう出会いに。今まで、えー。支えられてきて。うん、あの。今日の大城クラウディアがあるんじゃないかなと思いますね。はあ、素晴らしいじゃないですか。じゃ、今ある大城クラ,クラウディアさんがあるのは、沖縄での。 んですねまあ、アーティストさんだけではなくてもお客さんとかだったりとかうラジオの皆さんだったりとか。もうはい <laughs> ありがとうございます。まあね、アルゼンチン出身のオ城クラウディアさんということで。はい、少しね、あの、ちょっと音楽の話を聞く前に、少しあの、はい、アルゼンチンのことについて、ご質問してもよろしいでしょうか。はい、はい、えっ、ー、とですね、えー、アルゼンチンのブエノスアイレスの出身ということで,ですね。はいはい、えー、そこのの、気候というのは、どういう感じなんでしょうか。はい、そうですね。あのー、うん、アルゼンチンは、まあ、あのー、南米ですね。南,はい、南半球にあるんですけど。はいはい、反対側ですよね。はい。で、あのー。 南半球なので南に行くほど寒いんですよね、うん、逆なんですね、はい、はいはいはい。でね、あのなのであの結構あのアルゼンチンあの縦に長い国なので北の方は暖かくて亜熱帯だったりとか、はい、で南がもう寒くてあの南極に近いところがあるんですけどブエノスアイレスはちょうどあのその真ん中あたりぐらいにあるので、はいまあ、日本でいうと東京。 ぐらいなるほど。じゃあ大都市なんですね。はい、<の>大都市でそのと、うん、気候も東京みたいにも四季がちゃんとあって、という。ちって四季があるんですね。はい、ちゃんと。はい。マボエノサイレスのあたりですね。南、はい、北に行くともう南国みたいな感じで、南に行くともうちょっとなんかずっと寒い、一年中寒いよっていう感じの、はい。まあ夏もちょっと暖かいくらいかなっていう。なるほどでもはい。 へえどうなんですかね国民性とかはなんかやっぱりど南米っていうと私たちなんかすごいもうなんかもう楽しい南米の中でもアルゼンチンは <laughs> あのヨーロッパからの移民が多いので、うんはい、イタリアだったりとか、ええ、スペインが一番多いんですけどそ,すそれだけではなくていろんなヨーロッパの、はい、ロシアだったりとか<ー>あの北欧の人 ところもありますしいろんなところの、はいあのー、そういう移民でできてるので、はい、ちょっとク,クールな感じも。 あありますねあそうですか、はい、なんかもうすごいなんかもう南米と私たちのイメージですよ、はい、もうすごい陽気なあのよくあの私もコザ出身なんですよコザ、はい、住んでるのでよくあの沖縄市の祭りとかであのブラジルとかペルーの方とかこう踊ってこう <laughs>、はい、サンバ踊ったりなんかペルーの独特なこういうね、はい、あの踊りをしたりとかこういうイメージがあるんですけどもそうですね。まあ明るくは あるんですけど、あのはいそうですあのああいう白人の方が多くてそうですか。まあそれでもあのアラブ系もいますし、あのアジア系もいますし、まあいろんな人種がちょっと入り混ざってそうですね本当にチャンプルです。沖縄みたいですね。はい。なんか沖縄市の子もね、そうチャンプルでいっぱいいっぱいらっしゃるので。なるほど。ええどうですかあのえっとクラディアさんあの日本どうする。 アルゼンチンには帰られたりとか。行き来はありますか。そうですね、ここさい、最近というか、何年かはちょっと帰れてないんですけど。はい。うん。でも、あの、まあ、今年ちょっと。里帰りしたいかなっていう。いい。ですね、はい、この里帰りって言っても。あの、経路というか。はい、沖縄から。どういう風な感じで、はい、あの、アルゼンチンの方。に帰られますそうですね、あの、まあ、日本から。だと、うん、あの、まあ、いろんな、最近いろんな経路あるんですけど。えーえー、あの、最近はもう、安いチケットだと、ド、ドバイだったりとか。 でも普通スタンダードっていうか経路はやっぱりアメリカだったりとか日本からアメリカ経由で帰るっていう感じであとヨーロッパ経由もありますけどでもそれでも30時間ぐらい飛行機でで待ち時間とか経由の待ち時間とかを足すとそれ以上かかる時もあうわすごいちょっとねうどんちょっと高所恐怖症で3時間東京行くのかも精一杯なんですよ飛行機で。 もうそれを30時間、まあ、待ち時間は置いておいて、はい、30時間機内の中で、まあ、乗り換えとかね、はい、こう会って過ごすっていうねちょっとびっくりです、ねはい、あやっぱりこんだけの時間やっぱ半分あの日本の反対側ですからそれぐらいの時間をかかる、はい、ということですよね。はいはい、うもう本当に飛行機 二三回?。乗り換えですか。えっと、まあ、アメリカ、さい、最近はもう、え一、ー、回で、大丈夫な時はあるんですけど。ど昔はあの一回アメリカとか行って、うん、で、一回ブラジル。泊まって、またアルゼンチン行ってっていう。う <laughs> すごい道のりですね。はい。いやもうようこそ。メンスはい。免許を取ということでございます。<laughs> はい、ということでねあのすいませんなんかいろいろねアルゼンアルゼンチンのこといろいろ聞いてるんですけど、はい、あの私たちのこの私のやってる海洋リジンちゃんプに、はい、よくね食のことを話してるんですけれども、はい、アルゼンチンって、はい、あのどういう主食とかっていうのはどういうお米なんですか？はい、えっと肉です。肉, <laughs> 牛牛肉？牛肉がメインなんですけど。主食ではい。 あとパンだったりとかヨーロッパの文化ではあるのでそうなんですねでも外国の感じではい牛肉が一番安いし肉の中でも鶏肉とか豚肉とかも一応召し上がるんですか肉全般は食べますけど主に牛肉と安さでいうと牛肉鶏肉豚肉魚 あ魚、魚はどうなのですか。一番高い。えっとまあ海海上のせいですね。海がないので、はそうなんですか。ちょっとえっと都市都市からはちょっと500キロぐらい離れないと海がない。ちょっとじゃない。飛行機で行くぐらいですよね。そうです。まあそうです、飛行機でまでは行かないんですけど。いは ね、だから向こうまで海に行くと美味しい魚介類とかはあるんですけどそうですかじゃあ沖縄に来て、はい、本当に海に囲まれた島です、ね、そうですねどうでしたかもう海が綺麗です <laughs> 泳ぎました沖縄に来た時はあ、はい、あそうですか、はい、どうでイラブチャーとかも食べれましたあはいあ、はい <あ>大丈夫です <laughs> じゃあもう魚はじゃあ沖縄いません、なかなかとちょっとアルゼンチン <laughs> 興味があったんで、ね、アルゼンチンのお話をお聞きしたんですけれどもアルゼンチンから、ね、沖縄に来た、うん、大城クラウディアさんなんですけれども、はいえー、2007年のデビューから今年で10周年を迎えるということで、はい、なんと今年、はい、5枚目のアルバム クラリティがリリースされたということですねはいおめでとうございます,、はい、いますなんとこのクラリティ、はい、先週9月6日木曜日にリリースされたばかりということでございまして、はいはい、水曜日かなあ水曜日ですね <laughs> じ,ゃじゃあですね、はい、お盆終わった直後にそうですねもう主婦が解放された日ですね <laughs> もう皆さん9月6日にこうほやほやね、クラリティが発売されましたけれども、はい、そのクラリティにこう収録されている 曲の紹介というか、はい、このおすすめがありますよというのはあれば、はいあはい、すみません紹介していただきたいんですけども、ね、今回、あのー、今までの私のアルバムというのはポップスだったりとか、うん、沖縄民謡とか、あのーまあ、そういうふうに分けていたんですけど今回は自分の,あのい,いろんな あのアイデンティティィ、はい、アルゼンチンの音楽だったりとか、はい、日本の音楽だったりとか、はい、沖縄の音楽とかあの、ええ、言葉だったりとかを全部この一枚に本当にチャンプルーして詰めて。うん めたんですけど本当に新しい大城クラウディアのポップスが聴けると思うんですけど今回は大城クラウディア初の内納口図のポップスもあるのでなるほど今までは内納口は民謡だったんですけどなるほど大城クラウディアさんって CM ソングでもすごく有名なんですけれど。もと 手をつなぐだもう、ね <laughs> ねまあとあと「オリオンビールので、ね」の CM で皆さんご存知だと思いますけど私がとてもねインクラディエさんの曲ですごく印象的だなと思った曲が「はい、南へ」はい、デビューしたての頃だと思うんですけど「はいはい、南へ」という曲がですねすごく内名の,のこの民謡の音階で曲は歌われてるんですがもうノリノリのラテンのね あああののの曲調なんですよねこれが南へという曲がですね、はい、そしてあの兵士もねあのラテン調の士ね沖縄だったら「ハイヤ!」とかね <laughs> ああいうんかねもう本当にラテン調のものノリノリの曲が、はい、これすごく印象的に残ってるんですけども,、はい、もうそういう感じでこうウチナーとこのアルゼンチンの曲こうラテン調のあれがあの ミックスしたそうですねあの、そういうラテンの曲もありますし、沖縄じゃなくてあの、アルゼンチンのそういう、うんえっと、ポピュラー音楽、まあ、日本ではもうポップスだったりとかロックも、まあ、アルゼンチンにもそういうも,あるものはあるんですけど、そう,そういうアルゼンチンロックみたいなものを、はい、あの要素も,も今回入ってますし、はい、ちょっとフォルクローレ的なアレンジもちょっと入ってたりとか。う はい、いじゃあもう本当に、ね、この一つにいろんなこう要素がもう,も,うもう詰め込まれてるっていうもうお城から集大成10年の集大成っていう感じの、はい、もう本当に組み込まれてるって感じですよね。す、はいはい、素敵じゃないですか皆さん。ということでねあのこの5枚目のアルバムの「クラリティを、はい、なんかねあのクラリティのこの全国ん コンサートツアーが10周年記念コンサーートツアーがあるということでえっとまあ身近なイベントと申しますとオリ,ンオリオンビアフェスタ2017が9月16日土曜日にあるということでこのライブにクラウディアさんも出演すするとということですねえ皆さん9月16日土曜日沖縄市小座運動公園サブグラウンドでオリオンビアフェスタにクラウディアさん出演なさいます。その時もまた曲は あと、はい、このアルバムの中から、はい、今までの曲も、もしかしたら、はい、はい、ああ、歌われるかもしれない、はい、ということで。<laughs> はい、そうで皆さんね、もしあの時間がありましたら、ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。はい、そしてですね、すごい、次の日の9月17日、日曜日。なんと、時間がね、三時から、え、流木、アデパート流木、7階で、タワーレコード、那覇店。ん那覇流木店でですね、はい、え、すいません。 インストアライブがあるということで、うわすごいですね。これはですね、え、サイン会もあるんですか？サイン会もはいもちろん。<laughs> じゃ皆さん9月17日、はい、リューボン7階にありますタワーレコード店で、えー、クラウディアさんのインストアライブがありますのでどうぞ。はい、こう皆さんのなんと観覧フリーとなっておりますが、はい、どうぞどういうふうに言ったらサインがいただけるんですか？先生あの、はい、あの CD を購入 えしてくださった方に、はい、あのサインはいもう近くでおしゃべりができる機会です<ー> <laughs> クラウディアファンの皆さんにはたまらんこの日ですよ9月17日どうぞあのね、えー、デパートリーボ7階にありますタワーレコードの方に足を運んでいただきたいと思います、はい、そしてですねえっ、ー、とこの、えー、10周年記念コンサートツアーがあと那覇の国際通りでも行われるということではい、はい、えっ、ー、とじゃ場所と時間をちょっとクラウディアさんの方からはいじゃ、えっと、お願いします、はい 国際通りにある沖縄エンターテイメントレストラン姫、はいえー、で、えー、9月18日月曜日に、はい、あのライブやります、はい、えとフルバンドのライブをやりますのでぜひフルバンドいいですねはい,、はあ、すごいこれはあのえっとこれ二部制になっておりますか、はい、入れ替えはないんですけど入れ,は、はい、入れ替えなしで入れ替えなしで二部制であのもうたっぷりとあのいろんな歌を このコンサートツアーでもアルバムに収録されている曲もありもしかしたら今まで歌った曲も歌った曲もありますし今回アルゼンチンのスペイン語の曲もすごいですねアルゼンチンの曲もいろいろ組み込まれているということですすごく素敵ななライブにると思いまそして9月14日木曜日にある宮古島のワンと。 ね、コンサートツアーのワンオンでやる、はい、あのコンサートツアーはです、ね、なんとチケット完売ということでおかげさままでありがとうございます皆さんもこの18日月曜日祝日になっておりますのでどうぞ皆さん、えー、とこの国際通りにあります沖縄エンターテインメントレストラン姫にて、えー、大,城大城クラウディア10周年記念コンサートツアーのライブがありますのでどうぞ皆さん足を運んでいただきたいと思います。じゃあううどんのの方からちょょっっと電話番号をよってよてろししいでしょう、はい えっとご予約番号はですね0 9 8 8 9 4 3 4 4 3 8 9 4の となっておりま,すまたお店がですね18時ごろからあの,のお問い合わせ受付、はい、OK ということになりますのであのお昼に電話してもねあのお店ちょっと <laughs> あのでお電話取らない場合がございますのでどうぞあの皆さん18時ごろからお問い合わせください、はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、え近く予定しているイベントのお知らせでございましたけれどもどうぞあの最後にですね、はい、えクラーディアさんから、えー、と今ラジオを聴いている皆様に皆さに メッセージとえー、っと、はい、最後に一曲あのここ FM 覇からクラーディアさんの曲をおかけしたいんですけど、はい、このメッセージと曲の紹介をお願いいたします、はいはい、えっとこの十年間あの皆沖縄の皆さんに支えられてきたんですけど、えー、そういうあの感謝の心を込めてあのクラクラディティアルバムを、えー、作ったんですけどぜひぜひあの聞いていただきたいこととあと、えー、今度の 国際通りでのライブにもぜひ、えー、足を運んでいただきたいと思います、えー、ぜひこれからもどうぞ応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますクラウディアさん、はい、ちょっとお待ちくださいちょっとねちょっといろいろトラブルがありましてちょっとなんか今曲の準備を今しておりますので、はい、ちょっともう少しちょっとお話聞いてもよろしいですか、はい、<laughs> すいませんねあの最後にちょっとじゃあ一曲あの紹介する前にですね、えー、クラウディアさんのこのアルバムに収録されている曲の、はい、あの先ほどあの えと紹介していただいたんですけどもっとあの何ていうのかな,なんか特徴ある曲などあ大丈夫ですか、はい、準備できましたのですいませんちょっと死にきれっと思うになってしまいまして <laughs> じゃあクラデンさんの方からだ、はい、最後に1曲ご紹介ください。はい、えー、アルバム「クラリティ」から「一ちまりん」いてください。 はいありがとうございます本日はアルゼンシン出身日系2世の歌手大城クラウディアさんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました Mm-hmm. 『チャンプルー』は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャス・ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ・ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「こかを待つかのように」「良い品を いつも安くビッグワンの提供でお届けしましたはい火曜オリジンチャンプルお送りしております本日のお相手はうどんちゃんでございますよろしくお願いしますということでね はい本日ゲスト、白クラウディアさん、聴いていただきましたけれども、曲も素敵でしたね、なんかこう、なんか透き通るね、このなんていうの、伸びやかな声が美しかったです、すごく癒されました、クラウディアさん、ありがとうございました。はいなんかね、夢のような時間だったので、ちょっとぼーっとしておりますけれども。はいということでね、あの通常に戻ってメールいきたいと思いますよ、皆さんね。はい はい、メールいきます。はい、行きましょう。えー、こんにちは。そしてお久しぶりです。おお、元オリジンコーポレーションの柳田京香です。京香、ありがとう。京香からメールいただきました。えー、うどんさん、お誕生日おめでとうございますって。 ありがとうございます、えー。本当は直接伝えたかったんですがバイトの都合で FM 那覇うかがえず今度遊びに行きます。素敵な一年になりますよ願ってます。うどんうどんさん大好きですということで、えー、元オリジンコーポレーションの柳田た強からメールいただきました。強化ありがとうございます。わあ強化ファンも喜んでるでしょう。そうなんです皆さんうどんね昨日9.11 無事にお誕生日を迎えることができましたありがとうございますあのですねえー、っと SNS やらあのメールやらもう本当フェイスブックね、えー、いろいろメッセンジャーやらメールやら LINE やらでね本当な多くのたくさんの方々からお祝いメッセージいただきました本当にありがとうございますまあねうどんは隠してないんでねまあ言いますけどもえー、昨日ね 9, 9月11日でうどん46歳になりましたね もうあれでしょマダーム世代でしょ46歳ってね教科がねおめでとうございますとメールが来たらちょっと嬉しかったんですけれどもねありがとうございます、まあ、まあ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 あれですよねまあ、誕生日つってもあれですよもうまあねまあ家族でねはいあのー、お誕生日祝ってくれたんですけどもなんかね 主人がケーキを買ってきてくれてその後ははんか知らんけどこうチキンナゲットをあげましてですねそしてですねえっとチキンナゲットをあげたあとになんかポテトをあげてましてねえっとで次になんか牛肉を焼き始めてさあこれがこれが誕生日プレゼントだっていうことでいらっしゃいませ誕生日プレゼントだっていうことではいあの主人からケーキとチキンナゲットと。 ポテトと牛肉を焼いていただきました昨日はねもう夕飯パパが炊いてくれてこれがもう本当にプレゼントになりましたありがとうございますはいもうねこっち食べた時期にねまた昨日牛肉食べましてねもう太る太るまあ、別に痩せなくていいんですけれどもまあねありがたいですよねほんと46歳になっても本当ねあの心身ともに健康で、えー、またねこういうお仕事させて いただきたいと思います頑張りますよろしくお願いいたしますということでねはい、続いてメール参りましょうはい、さーイツトムですツトムさんありがとうございますデージ南紀、あギ先週のあれですかねはい、メールですねありがとうございます先週お盆だったでしょう先週はとても忙しい週でお盆休みとも重なってあっちこっち何度も行き来して疲れたよ特に疲れたのはイトマン 先週よ、二回も糸満に行ったよ。まだ疲れが取れてないかな、ということで、つとむさんからいただきました。ありがとうございます。まあね。いや、お盆疲れってあるよね。なんかわかる。うん。わかる。もちろんね、食べ過ぎで、ね、胃腸の疲れとかもありますけれども。まあ、ちょっとやっぱりね。まあ、体的というよりも、まあ、精神的なものとかね。 まあこういういのでも疲れありますしなんかちょっとあれもあるってよあの話に聞くとちょっとスピリチュアル的ななんかうんぼさして疲れているとかね具合が悪いとかねなんでしょうかねそういうのねそういうのなんて言うんでしょうね,ねちょっとわかんないですうどんなんかありますほらなんかこうあるさあれちょっと取りつかれた的な <laughs> なんかお盆,お盆終わってからなんかちょっとずっと肩が痛くてお盆,のお盆の時ずっと肩痛くてお盆終わってもこの肩の痛みが取れないとかさ頭痛いのが取れないとかあるってようどんは痛くないのでね全然大丈夫なんですけれどもやっぱねこういうのあるかもしれないんですね。 はい、だから皆さんねあのマスクをなめてねお気をみせてください気をつけてくださいよはいということでですね、えー、ここでねえー、っと皆様にお知らせがありますはい <laughs> FM 那覇パーソナリティリスナー交流会ということで、えー、日時が2017年9月15日の金曜日、えー、午後5時から9時まで会場 FM 那覇イベントフロア会費が1000円フリードリンクと フリーフードとなっております。そして、差し入れ大歓迎。えー、お問い合わせは、零九八八六零の。零二六一。八六零の。零二六一。株式会社 FM の。はい。お問い合わせください。よろしくお願いいたします。え、十五日って、今週だよね。はい、今週となっておりますよ。皆さん、今週の金曜日ですね。午後五時、オリジンチャンプルーが始まって。から、なんかスタートになるんですかね。 うんで会場もね。ここイベントフロアとなっております、ね。どんどんね遊びに来てください。会費が1000となっております。よろしくお願いいたします。はい、えー、お知らせでございました。ありがとうございます。ということでですね。えー、っと色々今日はね。ゲストを呼んだり、ちょっとお盆を振り返ったりね。いろいろしました。けれども、も、うんんまあ、週末といったらね。劇団尾瀬公演戸部琉球長人2017。 無事終わることができましたありがとうございましたた本当くさんのね、えー、方にお越しいただきまして本当にありがとうございますこのね琉球超人はですね本当あの市民劇の市民の方一般市民の方をね募集いたしましてそして、えー、3ヶ月のワークショップ演劇指導それをね、えー、きちんとやってこの9月9日10日に本番を迎えたんですけれども。 なんていうんだかな本当にこの毎年あの琉球超人はねなんていうのかなこう皆さんの一生懸命さもう熱が伝わってくる本当に素敵な舞台になっておりまして本当ねあの涙したよとか本当に素晴らしい舞台だったっていうねお声をねたくさんね、えー、聞きました本当にねご来場くださって皆様ありがとうございます本当ね今回はね小学校2年生から60代までの方がねあの役者あの えー、一般市民劇の方で参加いたしましてですね、えー、本当にあこの4ステージまあね、公開ゲネクプロもまあ、合わせたら5ステージこなしましてですね本当誰一人ね大きな事故や怪我もなく無事にね、えー、幕をね下ろしたことを感謝いたしますはい、俺たちにできないことはないぞということでね無事2017もね飛びました本当にありがとうございましたそしてですね次は 今週の金曜日、なんと大変この、そうか、同じ日か、えーとですね、9月15日の金曜日にですね、えー、テドコン一家がですね、裏、えー、添えのです、ね、テダコホールの方であります、大ホールでございますよ。えー、詳しくはね、またね、えー、皆さんにお話ししたいんですけれども、なんていうのは、このね、テドコン一家。 民泊物語、えー、手凧ホールの大ホールの方でやるんですけれどもこれ再演なんですけれどもすごくねハートフルというかなんかこう。 何て言うのかな？もう日常にあるようなことなんですけれどもすごくね。もう本当に最後にジーンとくるようなねもの物語になっておりまして、昨演出が永田健作となっております。どうぞ皆さん、この今週の金曜日、お時間ありましたら、どうぞ。手だくホール大ホールの方にいらしてください。よろしくお願いいたします。はい。で、やっぱりね。毎週毎週こう演劇がね。最近あの続いておると。いう話をしておりますけれども。 このねあのテドコン一家もですねみんなあの出演者はですねもこの超人あの琉球超人の稽古が終わったら稽古をするっていう形でねあのやってまいりましたまたね、えー、出演するキャストもですねまた新しくなったりまた増えたりですね新しいキャラクターがこう出演したりとかしてなんかすごくねあのみまたさらにマイクあの講、ー、演した テドコン一家物語よりもまたさらにパワーアップして戻ってくるということになっておりますうどんもねまだちょっとねあの見てはいないのでもう本当にねとワクワク楽しみに待っておりますどうぞ皆さんもねあの来,て来ていただけたら嬉しいなと思いますよろしくお願いいたしますはいもうね気になるのがねうどんはねもう一ッチ先から言っておりますけど台風18号 大丈夫でしょうかこの9月15日「テドコン一家物語」のね「民泊物語」のこの本番の時もねカ事バーバーしないかなってとても心配なんですけれどもどんなですかねあの天気予報がねなんかちょっとね午前中で見たのとちょっとね後から見たのとね違うのよ。そうだからねあの違うから何ていうのかななんか秋の台風って迷走しないですか なんかこう同じところをぐるぐる回ったりとかちょっと停滞したりとかねこれがねちょっと心配だなと思ってねあのー、ちょっと天気予報をちょっと注意深く見ておるんですけどもほんとねあのさってから先島諸島にね影響が出るかもしれないということですのでどうぞ皆さんねお気をつけて、あのー、お過ごしください、また本島も15メーターの風が吹くということですのでどうぞあのー、本島の皆様も強い雨、風にはねどうぞ十分気をつけてください。 ね、さあ本日の火曜オリジンチャンプルねゲストに大城クラウディアンさんをお迎えしてえお送りいたしました。<laughs> ちょっとねあのー、あれですあのー、<laughs> 緊張しました。はいということでねはいえー、っと一、はい、時間お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。えー、っとですね来週のトークテーマ九月十九日になりますけれども開放 あなたの解放されたあの時を教えてください解放になりますね、解き放たれた日ね、まあうどんはね、もう解放されて今解き放たれておりますけどもまた悲願が来るっていうねちょっと気持ちにもありますはい、ということで皆様来週も、えー、たくさんメール、えー、よろしくお願いします今日もたくさんのメール、メッセージありがとうございましたまた来週お会いしましょう本日の相手はうどんちゃんでございましたまた来週、バイバイ